なんか俺この前さ、仙台行った時に、たまたまね、子供たちと触れ合う機会があって、そんで、お兄ちゃん何やってんのって言われたから、いやもうなんか、俺ニコニコ動画とかやってるよ、ニコ動とか見てんのって言ったら、いやニコ動なんか見たことないみたいなこと言われて、え、みんな、多分20人ぐらい俺のバーって周りに集まってきて、おいみんな YouTuber がいるぞって言って、俺、全然俺 YouTube に動画も上げてないのに、わーって集まってきて、お兄ちゃん、で、どんな動画撮ってんのみたいなこと言われてさ、いや、俺は別にゲームとかやってるよ。なんかみんなは、7歳ぐらいだよ。小学校1、2年生だよ。みんなどんな動画見てんのって聞いたら、なんだっけ、やっぱり、スプラトゥーン見てるって言ってて、お兄ちゃんスプラトゥーン上げてないの、いや、俺上げてないって、俺甘神上げてるから見てって、甘神って何って、男の子と女の子が、なんか恋愛するゲームだから、ちょっとそっち見てくんねって言って、俺のコミュニティ教えて20人ぐらい入れさせといたから。そういうなんか俺、地道にコツコツな活動してます。20人いてニコニコ動画見てる人一人もいなかったわ。で、 YouTube 見てるやつはほんと20人。誰見てんのって言ったら、はじめ社長、キヨも知らなかった。え、キヨって知ってるって言ったら、キヨ知らない、誰そいつって言ってた。絶対見ねえ方がいいよって言ってた。あいつマジやべえから、あいつ薬物やってるからって。俺も嘘ついただから、この場を借りて謝罪します。父兄の皆様、父兄の皆様、本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳ないことしました。ごめんなさい。ただ俺は自分の正義のために活動しました。なんかキヨも知らない、あ、アブも知らない、キヨも知らない、なんかね、俺の知らない YouTube のゲーム実況の人の名前バンバン言われて、いや、わかんない、わかんない、つって。YouTuber 向こうなら知ってるけど、俺、そいつ、俺、YouTuber 向こうしか知らないからさ、え、YouTuber 向こうは知ってるって言ったら、誰そいつつって。え、動画見て、見させたら、お湯向こう知らないんだって見せたら、全然面白くないっつってさ。まあ、みんなではちょっと早かったかなっつって。みんなでね、22歳ぐらいだったら、こういう動画の味もわかってくれよって言っといた、俺は。まだまだみんなは、ちっちゃいからって。将来何になりたいのって言ったら、YouTuber になりたいって言ってたよ。本当に、リアルタイムでさ、YouTuber になりたいなんて聞いたことなかったからさ、YouTuber になりたいってマジで言ってたよ。頑張れって言ってたけど。いくら稼いでんのって言われたから、俺はニコニコ動画のチャンネル会員数が500人で、500×346円で、俺15万稼いでるよって、ちゃんと俺現実伝えていいから。15万円っていうのは君たちのお父さんとお母さんの月収を足して多分4分の1ぐらいだから、あんまり YouTuber に夢見ない方がいいよって、俺ちゃんと、俺嘘つかなかったから。ちゃんと言ったからね。俺嘘偽りなくそれは、ちゃんと言った。いくら稼いでんのって言われたから。いや、すごいよ、YouTube、いいよーって、言ってなんか、ね、ダメな大人にしたくなかったから。本当の優しさ見せてきた。すげえ微妙な顔してた。なんか、みたいな。こいつ全然大したことない。さーってみんな帰ってたからね。YouTuber って儲かるんでしょ？お父さんとお母さんが言ってたよって言われたから、カッチーってきて。あ、俺はね、YouTuber じゃなくてニコニコ生放送でね、すげえ人気者だけど15万円だよって。言っときました。15万の価値分からんだろ。だからお父さんとお母さんの4分の1ぐらいだよって言っといた。お父さんとお母さんの4分の1ぐらいだよって。まあ、一般的な家庭だったら共働きで60万ぐらい稼いでるでしょ。お前絶対9割嘘の話してんだ。これガチだよ。ちなみに動画残ってるからそれ。俺動画回してたからさ。だけどなんか子供の顔とか映せないじゃん。で、声、あ、まあ、声だけ編集してあげよっかな、あれ。顔にモザイクかけて。なんか顔にも、子供の顔にモザイクかけるの微妙なんだよ。なんか黒塗りで、ガチで残ってるよ。残ってる。俺と子供のトーク聞きたいか。俺子供好きだからさ。